トラツグミはスズメメツグミ科に分類される鳥類の一種。分布。シベリア東南部から中国東北部、朝鮮半島などで繁殖し、冬季はインド東部からインドシナ半島、フィリピンなどに渡りを行い越冬する。日本では留鳥または氷鳥として周年生息し、本州、四国、九州の低山から高山帯で繁殖する。北海道には、夏鳥として渡来する。生態。主に丘陵地や低山の広葉樹林に好んで生息するが、林の多い公園などでも観察される。積雪の多い地方にいるものは、冬は暖地へ移動する。植生は雑食。雑木林などの地面で、積もる落ち葉などをかき分けながら歩き、土中のミミズや昆虫類などを捕食することが多い。冬季には、木の実も食べる。繁殖形態は卵製。木の枝の上に、苔類やこれ枝で腕状の巣を作り、4から7月に3配分後卵を産む。さえずりはひぃ、ひぃ、ひょ、ひょ。血なき木はが、人間との関わり。森の中で夜中に細い声で鳴くためヌエ、ヌエ、またはヌエ鳥、ヌエ鳥、とも呼びばれ。気味悪がられることがあった。Thank you.